きましょう。準備大丈夫多分。まあ犬の MP 以外全て大丈夫。これは強いか弱いか。戻るな。まあロボットから来るところ行けるかな。いいえ、よし来いロボット。はい来い。ワン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 。ブラーブラー。ムーゴンのやつら。私はムーゴンのラツラツラ選んだ。ガーッ来たかな。ガーッ来たな。ギャーギャーやっぱり来たなよ。これはなんだ。ああそうだな。よくも今まで国旗にしてくれたな。ガンダム、そうだな、ガンダム。私の可愛い兵器たちをたくさん壊してくれたわね。が、だが、対ウェポン用兵器のこいつはどうかな。お前たちでは約不足だが、この私の絶対の自信作。食べた。のんのん、のん。ぐるぐる、もぐもぐ、そうだな、もぐもぐ。このプラウド、クラウド、プラウド、クラッド、クラッド、クラウドじゃない、クラッド、クラッドの破壊力見せてあげるよ。クラウド対クラッド。よし、クラッド。なんだ、腕倒すか。いえ、体。インセンティサッツの方がいいかな。体か頭か。まあ分からん。読みましょうか。弱いかこれ。弱そう。まあ千。犬は散髪で死ぬ。あの人、あのクソ野郎ヴィンセント。もしヴィンセントのリミットブレイクを使うなら、このやつの一部分を回復することかな。そうだな、ヴィンセントは邪魔。ヴィンセントのビースト邪魔だな。じゃあ魔法かな。挨拶クラウド、とりあえず会ってもしようか。靴のケアをしよう。クラウドの HP 半分。一本立ち。大学は卒業したけれど、まだ一本立ちできません。これはレッドか。また攻撃。かなり弱いこのやつ。そうだな、クラウド一冊使うならもっとダメージ与えれるかな。クラウド死んでいる。そろそろ回復。よし。終わり。いや、まだ終わってない。じゃあ、クラウド、ケルーラ。そして、クラウドもケルーラ。いや、クラウド、普通のケル。犬、攻撃。そろそろクラウドのリミットブレイク来る。クラウドのリミットブレイク来るとき。このやつで倒せるかな。
犬は別に役に立たないね。捨てるかな。この犬捨てて他のやつ使う。誰かな。まあシッかなりすよい。シッかな。シッそれともあの猫かな。今の攻撃強い、時々強いね。あの犬、なんで、なんで時々強い犬。コメントしよう。コメント。コメント強い。でも今 MP ない。クラウド回復しなきゃ。もしこの犬リミットブレイク使えるなら MP 回復だけど、あのクラウドは犬を守っているから攻撃できない。クラウドも普通のキャラ。まあ多分なんだそれ。え？あのやつ何か技与えた。もう最悪だ。リフレクト、あ、そっか、リフレクト。あー残念。今回復できない。死ぬかな。このやつかなり強い。まあ、別に強くないだろう。あのレッドはどうかな。エリクサー使おうかな。まあ、しょうがない。そんな時はいいね。え、回復できるかな。みんな死んだ。エイテルターボ。じゃあ犬。犬イテルターボ、そしてなんだ、ハイパーポーションかな。あー、これはめんどくさい。このインベントリー、ハイパーポーション、クラウドもハイパーポーション。あー、これはひどい。このインベントリーやり直さなきゃ。ポーションダメ。ハイパーポーションレッドコメティオ、それとも普通のコメティかな。あー、この野郎使おうかな。使うなら多分自分でキルできない。リフレクト、アイテム使いたい。でもアイテムボロボロ。アイテムダメ。ハイパーポーション。犬、ハイパーポーション。犬コメット。でも死んだ方がいいかな、あの犬。じゃあ、ケルル・クラウド。死んだ方がいい、もしあの犬。あー、くそー。リフレクト忘れた。あー、くそー、今。うん、ちょっと失敗しちゃった。このやつ、ヒーロー。そうだな、クラウト犬、とりあえずクラウト犬死んだ方がいい。その後、ヴィンセントは創生する。はい、死ね、クラウド。うん、死ぬ前にリミットブレイクスがあります。はい。インスタントは必殺。レッドは戦う。あ、いや、隕石使いたかった。もう弱い、クラウド。
これはつまらないバトル。戦い。つまらなくて長いすぎる。自分で蹴るる。犬コメット。クラウド、なんだ。そろそろ死んだだろ。いつも必殺。犬も米と、死んだ。この二人死んだ。もう、悪いタイミング。このヴィンセントも役に立たない。いや、まず誰？クラウドか。クラウドの方が強い。そしてクラウドも創生持っている。でも犬もそう。だからクラウドの方がいいか。早くヴィンセント。これは長いすぎる。この長い、つまらないこと。クラウドレイズしよう。クラウドケルルーラ。いや、クラウドの方がケルーラ。ヴィンセントはレイズ。はい。犬も攻撃できる。でも隕石の方がいいかな。これ、クルーガ。クルーガしよう。クラウド、普通の戦い。犬守れ。ニーファイア。ニー、ヒザファイア。そっか。ケルガ、そうだ、リジェンいいかな。必殺。多分リージェン大丈夫かな。リフレクト関係ないかな。今はダメ。やつリージェンあげ、死んだ。よかった、ゴミバトルもう終わり。ひどかった。長すぎた。でも終わった。よかったね。バカな、このプラウド、クラッドが。アイテム整理しなきゃ。リフレクトするとき、アイテムは役に立つ。でも、ハイパーポーション弱いすぎる。何のアイテム？そうだな、セイトンしよう。バトル。これはセイトン、ハイパーポーションどこ？多い方がいいね。ポーション、ハイパーポーション、はい、これはいいね。多い方がいい。今手に入れたやつは何だ？装備か。リボン。すべてのステイ、なんだす。リフレクトはステイトスだろ。リボン。ただ、防ぐこれ。リフレクトはステイトスでしょ。なんで防げない。鎧の腕はステイトがアップするが何の意味かな。これか、体力、防御、チョキ。雨来た。左行ける。
右行ける。いや、これはまっすぐ。セーフポイント見つけた。俺、ボックス。ミステイル、ミステイル。エクス、エリクサ、ミステイルとエリクサ。あ、ケイシー。階段の上、ケイシー。敵ここ。一本立ち。大学は卒業したけれど、まだ一本立ちできません。このやつの技、別に好きじゃない。この技、なんであのやつら回復している。そしてコントロール、もうこの技使うとこのヴィンセント勝手に動いている。私今は回復しなかった、かなり強い。回復しないとき強いね、このヴィンセントの技。なんでこの戦車、強い戦車。ミル砲弾、203ミリ砲弾。誰か捨てるかな、この犬。この犬捨てましょうか。それで外す。この消し手に入れる。手に入れるなら誰が階段の上。誰もない。なんで。いや、この消し捨てると階段の上。の上にいる。そう、バレの武器だ。シッドの武器かな。シッドの武器だ。シッドの武器買ったかな。いや、武器これ、これです。そうだな。これとこれかな。エジコート。エジコートより、こっちかな。このミステイル。リメット同じ。はい、このシッツか。セイトンできるかな。まずは全体化と創生かな。全体化創生、そして全体化回復。全体化2つ、なんで2つ。クラウドは全体化、そして全体化、それだけだろ。回復属性、なんで創生。これ回復と全体化、みんな全体化と創生と回復ね。それはいい。これは HP かな。この2つ HP。 カバーいらない。MP アップか。そしてマジクル。MP を余分に使う。
Einstein, Vioscao, Wazo, Power Up, Giant P, Turbo Toy, Inseki. Oh, Kori Wakaran. Cloud no HP Zenbu Iranaida. Kono 4% Stete Kapita o Ageru. Soshite kono 20%. Mada HP sugoi. Kabao. Kabao. HP. Nande HP sonna ni takai. Shit wa HP. Shit no HP kanali fueta. Vincent Skalka, Barrett Skalka, Vincent, ah, Vincent, do demo. Mochido HP, como Jew HP. Oshite kabao, ageru. Yeah, betsu no waza mo kana. Cloud, tokidoki futsu no kougeki dame. Kore kana, teki no waza. Tochi kana kore. Bundoru nandaro. Ai, kono. Kono. Ma kore ageru. それはいいかな。じゃあ本物のセーフ作ろうか。そうだな、このチームの方が強い。あの犬弱い、弱すぎる。弱すぎた犬。こっちはクラウドさん。またこの戦車か。じゃあシッドのくらい、ああシッドの足強いね。シッドの普通の攻撃かなり強い。そうだな、最初にあの犬捨ててよかった。このヴィンセントかなり弱い。そうだな、シッツか。シッツかなり強い。戦車強い。長かった。もう20分かかった。24分。よし、弱いもの来た。いや、敵の技。カエルの歌。よし、カエル、カエルになる。カエルの歌。カエルか、カエルか。これは便利かな。
もうボスに使えないかな。そうだな、ボスに使えない、多分。そろそろまたボス戦かな。これ誰？兵庫ちゃん。兵庫、久しぶり。前回はビーチで浜辺で会いた。北条、そこまでだ。ああ、失敗作か。名前くらい覚えろ。俺はクラウだ。お前を見ると私は自分の科学的センスのなさを痛感させられる。私はお前を失敗作だと判断した。だがセフィロスコピーとして機能したのはお前だけ。クククク、自分が嫌になるよ。何でもいいから、こんなことはやめろ。こんなこと、おお、これか。クククク、セフィロスはエネルギーを必要としているようだからな。私が少しばかり力を貸してやるのだ。なぜだ、なぜそんなこと、なぜなぜ、どうす、な、なぜだって、どういう最やつだ。ふん、科学者に向いているのかもしれないな。エネルギーレベルは 83% か、時間がかかりすぎた、次だ。息子が力を必要としている理由はそれだけだ。息子、ククク、あいつは知らないがな。クククク、キャ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 、セフィロスのやつ、私が父親だと知ったらどう思うかな。あいつは私のことを見下ろしていたからな。カカカカカ、セフィロスがあんたの息子、カカカ、私の子を身ごもった女をガストのジェネバープロジェクトで提供したのだ。カカカ、セフィロスがまだ母親の体内にいる頃にジェノバ裁縫を。カカカカカカカ、貴様、あんたがこんなことをしているのはセフィロスの罪を滅ぼし。ヒヒヒヒ、違う違う、科学者としての欲望がだ。ヒヒヒヒ、私は間違っていた。眠るべきだったのは。貴様だ、補助。私は科学者としての欲望に負けた。この間もな、負けてしまった。自分の身体にジェノバ裁縫を収入してみたい。見たのだ。ヒヒヒヒヒ、結果をヒヒヒヒ見せてやろう。これはボスか、このおっさん、この年を取ったおっさん、ボスか。はい。必殺技リミットブレイクしよう。何をやっている、踊っている、トーンしている。かわいそうなやつ。もう終わりか。くって、マーコージーズの効果はどうだ、どうだ。なんだ、進化していた。これも表情か。表情。まあ、敵の技どう、マトマラティック、マト、なんだ、まあ、楽しいよ。それはいいか。弱い。
まあ悪くない、でも弱い。僕の技、火炎放射、トーマイ、マジックルブレス。じゃあマジックルブレスと、コメしようか。まあ普通の攻撃かなですよね。マジックブレス強い。なんで、なんでそんなに強いマジックブレス。そろそろクラウドをキャルしよう。じゃあもう一度マジックブレス。シールドをリジェンしようか。マジックブレス強い。そして MPMP スカー必要。ああ、めんどくさい。無料だと思った。MP か。これ133。ああ、シートかなりすごい。スリップル。スリップル。スイミン。スリップルスイムか。あ、リジェンシュだった。一冊の方がいいかな。右手しよう。のリミット、頭か、右手より頭かな。ブーストジャンプと、まあ、そんなに強くない。死んだ、お前死んだ。いや、まあ、死んだ。あ、いい、死んだ。ああ、いや、死んじゃん。また死んか。シッド。普通の戦い。また眠っている。クラウド。起きろ、クラウド。多分クラウドじゃない。コンボ外した。400、200、500。弱いコンボ。起きろ、バカ。ああ、じゃあクラウド、なんだろう。コンボ。なんだコンボ。ヴィンセント・リミット・ブレイク使おうか。回復するな。あのやつ回復するな。今回長いね。ボス戦長い。あの反撃かなり。かなり強いミティア。このスローめんどくさい。あ、キロ化け物。このスローとかめんどくさい。ディスペル、そうだな、ディスペル欲しい。ああ、この二人し寝ている。この化け物もスペルできない、魔法できない。沈黙、まあ、沈黙の人にどうでもいい。クラウド寝ている。まあ読みましょうか。別に何もできないよ。この勝手なやつ任せろ。
あ、でも犬、この犬死んだ時、クラウド、このやつ、クラウドやシード攻撃なしなきゃだから大丈夫、読みましょうか。一本立ち、大学は卒業したけれど、まだ一本立ちできません。一本上司、一本上司の生活に、生活に飽き飽きしています。一本やり、ああ、起きた。ああ、死んでいる。じゃあ、ケルーラ。みんなケルーラ。ああ、めんどくさい。ああ、起きちゃった、クラウド。死んじゃった、クラウド。犬、シード、シード、よし、シード、シード役に立つ。まず、寝る前に、侵略前に、レイしよう。沈黙の前に、そうだな、レイス。ああ、いいタイミング、いいタイミング、ヴィンセント。よし、この二人、生きている、もうケールしたい。なんだそれ。ケールだ。ヴィンセントも、普通のケールかな。シード強い。シード攻撃しろ。うん、反撃いいね。まあ、シードの方が強い。シード反撃あげるかな。たくさんレベルアップしちゃった。よし、兵庫終わり。兵庫か。北条か北条なんだチェ蹴ったクソの悪い北条永遠に眠れ次はお前の息子そうだな、待っている兵庫彼の息子地獄に待っている動ける動けない神羅は終わりましたそうだリーブあのリーブのやつ どこミテオが落ちてくるまであとルーフスはどこあと7日ってちっちゃんが言っていたなれどコスモキャニオンの人たちに会いたいかうんそれはヒントか。マリンに会いたいだろ、そんなこと聞くなよ。俺たちがセフィロスを倒して、そしてホーリーを解き放たないと、7日後にはこの星そのものが死んでしまう。俺たちがセフィロスを倒せない。それは俺たちが死ぬということだ。メティオで死んでしまう人たちより、何日か先にだ。戦う前から負けることを考えるんじゃねえ。違う。俺は何て言うか。みんなが何のために戦っているのか、それを分かっていてほしいんだ。星を救う、星の未来のため。確かにその通りなんだと思う。でも本当はどうなんだろう。俺にとってはこれは個人的な戦いなんだ。セフィロスを倒す。過去との完全な決別なんだ。決別か。それが星を救うことにつながっているんだ。軽蔑か。俺考えたんだ。やっぱり俺たちは自分のために戦っているんだ。自分と自分が大切にしている誰か何かそのために戦う。そのために星を救う戦いを続けているんだ。
確かに星を作ってのはなんとなくかっこいいよな。でも俺にできたのはあの魔法炉爆破だ。今となっちゃおう、あんなやり方はいけなかったってことはよくわかる。仲間たちや関係ない法制の人間を不幸にしちまった。最初は信頼の不敬だった俺の故郷を奪ったよ。でも今はそうだぜ、俺はマリンのために戦っているんだ。マリンのために、マリンの未来のために。そうか、俺はマリンのために星を救う戦いをしているのか。会いに行けば、会いに行けよ。その気持ち確かめてこいよ。みんなも一度船を降りて、そして自分の戦う竜、それを確かめてほしいんだ。そうしたら帰ってきてほしい。誰も戻ってこないかもしれねえぜ。見てよ、でどうせ死んじまおう。無駄なあがきはやめようってよ。俺は自分が戦う理由を知っている。紛れもなく星を救うために戦う。でもその中には個人的な、とっても個人的な俺の思いがあるんだ。みんなはどうだ？俺はみんなにもそういうものを見つけてほしいんだ。見つからなかったら仕方がない。理由なしでは戦えないだろ。だから帰ってこなくても仕方がないよ。一人足りない。あの人誰？あのブーメランのやつ誰？ティファーはどうする？忘れちゃったの。私一人なんだもん。どこにも行くところがないんだもの。そうです。エリスの墓場とか、どうかな。ザックスの、ザックスの墓場。みんな行っちゃったね。ああ、俺たちには帰るところも行ってくれる人もないからな。そうだね。でもきっとみんな戻ってきてくれるよね。さあどうかな。みんなそれぞれかけがえのない大切なものをたたえてるし、それに今度ばっかりは相手が相手だ。あの中国何の意味？あの中国であの人手に入れるかな。うん、それでも私平気だよ。たとえ誰も戻ってこなくても、クラウドと一緒なら、クラウドがそばに行ってくれるなら、怖くても負けないよ私。ティファー、私たちこれまではずっと遠く離れば離れだったんだね。たとえどんな近くに行っても。でもライフストリームの中でたくさんの悲しい叫びに囲まれた時、クラウドの声が聞こえたような気がしたんだ。クスー、クラウドは知らないって言うかもしれないけど、でも胸のすっと奥の方であなたの声が私の名を呼んでいる、そんな気がしたんだ。そうか、俺も聞いたような気がするな、あの時ティファの声を。ねえクラウド、私たちの声を星たちも聞いててくれるのと思う。頑張って私たちの姿を見ていてくれると思う。さあな。でも誰が見てようと今、今いと
今やいととにかく、なんだよと今いととにかく、できることをやるだけさ、自分自身を信じて信じて、見てようと今いととにかく、と今いと今いととにかく、ああ答えはいつかきっと見つかるかるさ、諦めさえしなければ。うん、そうだね。明日の戦いに備えて今日は早く休もう。うん。なんだ、クラウドはピローか、枕。もうすぐ、夜明けだな。うん。おはよう、ティファ。もうすぐ夜が明ける。うん。おはよう、クラウド。もう少しだけ、このままでいさせて。二度と来ないこの日のために、せめて今だけは。枕クラウド。なんで動いている、これ。到着の方がいいかな。着陸。着陸か。ああ、休みますか。これはいい場所。